されたかなり早く、あと数ヶ月でクローン人間が誕生するって叫んでましたよね。状況的にはそれと微妙にマッチしてます。分子生物学者の母親と妊娠しているその娘、しかも加賀美彦の供述ではお腹の子の父親は不明だと。なるほど、確かに浮上していますね。どっかに黒いコートありませんか？え、